じゃあちょっとまだこう切ってないからね。うん。まだ上に来てるし。それスイッチを押せば大丈夫ですよ。あ、大丈夫のようですね。じゃあ、あの放送再開しますか。はい。この後
ご交差点国内にてパフォーマンスを行います。避難者は吉直様、許可16名の皆様です。1863年7月に日本開国のため、米国ケルノア大統領の地域を立ち上げて浦賀に入港しました。幕府側が指定した新島に護衛を設置で上陸。戸田宇宙市と広水に大統領の地域を手渡しました。ここでは具体的な注意は執り行われず、開国の要求のためにで和を何日か卒業した後、幕府から翌年までの猶予を求められ、食料など反対の事情もあり、一旦引き上げました。現地には、一般公募でご参加のミルク・エドワード様、同行する写真館は、楽しい英才出発人の皆様です。続いては、サンダラ・コウさん。当時代には真っ白三山と言われた軍人がいました。いずれも名前に山がつきます。佐久間象山、山寺象山、三原象山の3人を真っ白三山と言います。三原象山は佐久間象山や山寺象山と知り合い、山田幸次郎、伊坂、伊吹屋の3代の藩主に伝え、是非家老を務めました。ご乗車しますのは、カチューシャの運賃は、ニューソース交流で、島根県浜松からお越しの、新海市民の一部を広めさま、従う小元にあるは、カチューシャの運賃、島根県浜松の皆様です。続いては、神奈川道山会です。道中となった、初代発車、山田義平の実行を回っています。関西の一部で、北部城、東部城を一人にした、関西の上松を、東部城、また関西の城、後ろ、西部城を一人にした。関西の城からは、西部城の城を一人にした。関西の城、晩年は、
特別なんですかね。あれ入っちゃってたってそのままにしてたんですか。じゃあ置いといてもらえますか。狙ってるよ。俺ポストになんかインもあるかなって見に来てる。なんかインもあるかな。ほら、すごい知ってるよ。やってんのこれ。わかりました。わかりました。買えばいい。あー、何笑いながら。じゃあまたね。おい、一緒に帰ってこいな。またね。まあ、みんなお願いね。